徳丸が、原皮子供動物園徳丸が、原は、現在の東京都板橋区、高島平及び山園、新河岸の大半の地域に相当する江戸幕府の天領及び地域の総称である。東西 1.24km、南北 0.8km。地名としては、西大、徳丸本、徳丸脇、四津洋、下赤塚、上赤塚、成増などがあった。 ほぼ現在の高島平に相当する地域であるが、板橋区三園と新河岸の大半を含む。すなわち、荒川江南、白子川、伊東、東京都道447号、赤羽西大先生、西大、徳丸伊北の全域である。徳丸が現全域は、赤塚城のふもとにあり、古くは、名俗豊島市の支配下にあったが、その後千葉市の支配下に置かれた。 千葉市と豊島市の争いが、大田道官の援助を受けた千葉市の勝利に返して、あとは、間接的にご北条氏の管理下に置かれたようである。江戸時代は志村が原に続く広大な平原として、幕府の高刈り場に指定されていた。徳丸の麓に広がる高原として、徳丸が原と称された。その後一般に、徳丸家原と表記されたが、公式文書には、徳丸源と記されたようである。 そもそもが荒川の荒廃湿地であり、腰まで浸かるような湿地帯と沼地が点在する高原だったことから工作にも適さず、主に幕府の高刈り場や砲術訓練所として利用されていた。1841年に高島周藩による砲術訓練が行われたことから、徳丸家原の名称は全国的に知られるようになった。明治に入り、豊富な 荒川の水資源を頼りに高地化が進み、赤塚田んぼ、徳丸田んぼと称され、昭和初期まで東京都で生産される米の7割を生産するなど、東京屈指の米どころに発展した。23区内で最後まで残った水田地帯も、1958年頃には、新菓子川流域の工場進出及び、付近の住宅化による地下水の枯渇、 家庭排水の流入などにより工作に不適な状況となってきた。1966年12月より日本住宅公団を事業主とする土地区画整理事業が実施された。従前の居住者が緊張だったことから順調に進み、1972年3月までに高島平団地が竣工した。その間、1968年12月には、 都営地下鉄6号線が開通1969年3月1日の住居表示実施により高島周藩にちなんで高島平1丁目から9丁目が発足した高島平駅の北にある徳丸が原公園にその名が残されている高島平歴史の項目も参照ありがとうございます